こういうものを作っております。ユナと会えた、まあ会えたら嬉しいんですけど、私もまあ夏地元にいるんで、石川にいるんで会えないんですよ。会いたい。模様替えはね終わってないです。棚が届かないから。こんばんは。そう、棚が届いたらね片付くんですけど、棚が届かないんでまだ片付かないんです。緑4つできたから、緑あとね2つね。ギフトありがとうございます。キャットね、まだ買ってきてない。家出てないんですよ家出てないんですよ。とりあえず白のキャットだけだね。そう、結局元の色に戻したんで、もともとね欲しかったやつに戻したから。ギフトありがとうございます。白の毛糸があればいけるっぽくて。こんばんは、ニフトありがとうございます。よし、ニフトありがとうございます。こんばんは、皆さんこんばんは。ねえ、ブラックトゥデイ？ Yes、 ブラック今日ブラックなんですよ。いや、まあブラックなんですよというか、まあパジャマなんですけど私のパジャマなんですけど。金髪ひかるちゃんになったのはいつ頃から？いつだろう、結構前。まあ、金髪っていうか、なんかもともとシルバーにしたのがね色落ちして金髪になっちゃっただけなんですけど。そう、だからなんかもうはっきりした段階は分かんないや。気づいたら金髪になってたって感じ。そう、だからね意図的にね金髪にしたわけじゃないんですよ。まあ今の色も好きなんですけど私は。そう、まあね、そう、色落ち色落ち、またね染めていきます。日が経てば金髪もね悪くないんですけど、染めてきますよ。次はねどうしようか。黒髪にはね、まあもともと黒髪だったのをね、あの茶色入れてこんなな、茶色入れてブリーチしてとかしてこんなになったんですけど、戻すことはもうないかな多分。そう、茶色にはなったりするかもするとは思うけど、黒髪には戻さないです。私がね黒髪あんまり好きじゃないんで自分の。そう、どっちかっていうとこっちとかの方がなんか自分の気分も上がるし、なんかちょっと垢抜けていいかなって思ってるんで。そう、だから多分黒に戻すことはこれからないと思います。うん、何？
あ、かぼちゃ先生じゃん。プロフィールをしたらかぼちゃ先生って出てきたもん。かぼちゃ先生だよ。皆さんみたいに髪型にはしなかったの？うん、私一回ショートにしたんですけど、私似合わなかったんですよね、あんまり。そう。だから今のところすることはないかな。とりあえず今伸ばしてるんで、まあ、またねちょっと切りたくなったらショートにするかもだけど、似合わなくてだからあんまりしてないというか。こんばんは。ね、ひかだからショート似合う人羨ましいんですよ。自分があんまり似合わないから。こんばんは。ね、ひかはかっこいい女性に憧れます。こんばんは。もうそのユーザーと仲良くなったきっかけある？あ、でもやっぱりチーム4入ったのが一番大きかったかなと思います。私がね基本的に人見知りだから、多分チーム4で一緒にならなかったらあんまり喋ることはなかったかなと思ってるし、うん、本当にチーム4大好き。積極的に話すタイプじゃないってこと？そうですね、仲良くなったらめっちゃ喋ったりするけど、基本的には自分からは話しかけに行かないタイプだから。そうだから、そう、多分憧れてても遠くから見てるタイプと言ったらいいですかね。そうだから、もしチーム4に入んなかったら仲良くなることはもしかしたらなかったかもしれない。ちょっとわかんないんだけどね、そればっかりは。結局 そういう時になってみないとわかんないもんなんで、なんとも言えないけど、まあ、ヒカの予想、今の予想はねかなって思ってる。そうだから本当にチーム4でよかった。そうね、気にかけてはすごいくれてますね、ナナさんもイーリーさんも。すごくありがたい。こんばんは。だからやっぱり束縛があって離れるのは寂しいですね。なんか別に今ヒカはね寂しいって言ってるのは、なんか今のあの変わってチーム B になるのが嫌とかそういうわけではなくって、本当にあのチーム4が大好きだし、ナナさんとユイさんが大好きだったから、そうずっとこのままでいたかったなっていう。まあ、いつかはね変わっちゃうもんだっていうのは分かってますけどって感じかな。比較的にはこんばんは。
人的に村山チームは最強のチームだと思った。いやそれはヒカも思ってましたマジで。うん、って何のためにするんだろうね。買えなくていいやん。まあ人数がね結構ばらつきがあったし、そうチーム4は結構いたじゃないですか人数。やっぱり A とかは少なかったり、まあ、そういうのも あるんじゃないですか。それは大人の事情ですよきっと。そうしかもわかんない。うん、事情じゃないですかね。それでもやっぱりヒカはそのままでいたかったなっていう思いがあるけど、そればっかりはねもう変えてくださいとも言えないし。ね、これからだからチーム4、チーム4じゃ間違えた間違えた間違えた、チーム B で頑張ろうってねやるしかないんだよ。こんばんは。そうなんですよ、もう4年経ってるんですね、早い。ね、あっという間だったな。ね、いろんなことあったね。本当にいろんなことあった。こんばんは。うん。埼玉スーパーアリーナね。ね。その時はまだ全然だったな。あんまりみんなと喋ることもなくハッチたちとずっと一緒にいたい記憶がある。その時にね、ナナさんとちゃんと喋ったかも、埼玉スーパーアリーナの時に。まあ私もいろいろありましたから、そう少しまあなんかその長いこと喋ってたわけじゃないけど、その移動中にね少しおしゃべりして、好きなもの何って聞かれた気がする。オムライスですって答えた。そう本当にそんな感じだったな。まあそうね、活動休止期間は長かったですね。ちょっとどのくらいか覚えてないけど、長かった思い出はある。どんな思い出。長かったなとは思ってる自分でも。まあね、私もいろいろあったんでね、それはまあ仕方ない。まあそれだけね出発するのに時間がか
かったんですよ。あ、しかもね、あとね、高校のこともあったからね、私。そう、もうちょうどその高校入った年で、そう、そこもね、ちょっとやっぱり高校って、まあ高校初めてだからっていうと、まあ当たり前なんだけど、そうそうそう。ね、だからそんな感じで。バタバタもしつつ、本当に高校でうまくやっていけるんかしら思ってたしね。こんばんは。こんばんは。ね、懐かしいよ本当に。ね、奈々さんにそれからオムライスも連れてってもらいましたし、ご飯ね、おごってくれたり、結構ご飯も何回か行きましたし、そう、薬もいただきましたね。もう声がサガサだった時あって、まあなんか乾燥だよね、こういうこういう時期だと寒い時期だったのかな。いやもう私声ちょっと風邪ひいて喉やられちゃってさ、声がすがすで、まあホテルに私ね、その時はまあ今もですけどホテル滞在だったので、まあ基本的にはね、お薬何も持ってないし、まあ持ってきてもなかったし、そう、そういう時にナナさんがお薬くれて、でもそのおかげかね、あ、ギフトありがとうございます。そのおかげかね、本当にね、本番中はね割と声大丈夫だったんですよ。終わったらね、やっぱり声その分出した分ね、ガサガサになっちゃったけど、そう、自己紹介の時ね、こんな声なんですけど、ちょっと、まあ、元気いっぱいですみたいな自己紹介したんですけど、私全然、ハッツに後から聞いたら割と大丈夫だったよって言われて、あ、絶対これナナさんのおかげやと思って、ギフトありがとうございます。そんなことありました、本当にありました、ありました。いやマジでちょっと声がすがすでやばかったんです。そう、自分でもびっくりなくらいガスガスでした。もう完全に喉やられてたね。なんか初めてだったもん、そんなに声出なくなるの。まあ、たまにね、なんかまあ多少喉痛いなとかさ、あ、少し声出しにくいなってことはまああったけど、あそこまで声ガスガスになるのは初めてでしたね。そう、人生の中で初めてでした。いや、劇場公演じゃなくてコンサートの時でしたね。いつかな、やばい、携帯にちょっとマリモが落ちてきている。今マリモ作りしてるんで、ちょっとマリモの毛がね、いや
埼玉スーパーアリーナの時じゃないんですよね。ちょっと待ってね。多分その時の写真があると思う。あ、これかな。8月20、全然寒い時期じゃなかったわ。8月20のコンサートですね。そう、この時が一番声がすがす。そう、本当にやばかったね。自分でもびっくりだった。まあ、それからね、少しお薬を持ち歩くようになりました。ホテル滞在の時は頭痛薬とか。そう、まさかね、自分がそんなことになるとは思わなくて。そうそうそう、電通の時だね。やばかった、本当に。何があったんだろうね、私の喉に、あの時。こんばんは。ガルちゃんは暑がり？寒がり？寒がりです。すごく寒がりです。そう、寒がりなんですよ。まあ、もともとね、平熱はそんな高くなくてさ。そう、こんばんは。リドの部屋握手会で疲れてたのかな。いや、そんなこともないと思うんだよね、別に。まあ、なんか乾燥し、なんかがあったんだろうね、きっと。風邪ひいたのか、なんか例えば乾燥だったのか。そう、数日治んなかったもん。でお見送りの時だからひっどい声してたと思う、その時。ごめんね。本番乗り切ったらさ、終わった後がもうガスガスになっちゃって。あ、そうそうそう、数日前からそう、喉痛いなとか言ってたら、ちょっと本当に出なくなっちゃったっていう。甘く見ちゃいかん。喉痛くなったらすぐケアしなきゃね。甘く見ちゃいかん。マーサの家に遊びに行ったことある？ないよ。ないです。
ムラちゃんまたがっつり言われた。真顔で作業してると怒ってるみたいに見えるよ。それはちょっと許して。いやなんか真顔、いやちょっと本当にそれはちょっと私の素の顔なんで許してください。だって一人でさマリモ作りながらさニヤニヤしてても気持ち悪いでしょ。そう、まあ昔からね言われるんです、真顔怒ってるみたいだねって、怖いよって、自分の顔なのになと思いながら。そう、私のありのままの顔なのになとかはいつも思う。だから許してください。これが私の顔です、ありのままの自分です。そう、中学校の時にねお友達にも言われてさ、それを、マリーもナイス、マリーも違う、ナイスドロー、ナイスドロー。何分かかったかな作るのに。よいしょ。最近のユーナトル新ワール、ありますよ。ちょうどねあの劇場のあの周年のね劇場終わった後にたまたまちょっと事務所行ったら会えて、そう、ナナさんとかもちょっと打ち合わせとかで来てて、しかもねスタッフさん用事があって言ったらちょうど来てるよってスタッフさんが教えてくれて写真撮りました。よし、あとマリも一個、マリも一個。そうそうそう、たまたまちょっとお会いして嬉しかった。だからでそこでねいっぱい話してね、ナナさんとかその後仕事あったからバイバイってお別れして帰りました地元に。Hello. Hello. My name is Hirano Hikaru. Nice to meet you. Thank you. ギフトありがとうございます。こんばんは。ね。会いたいな、ナナさんとユリさん。ミヨンさんにも会いたい。ユーナーもギオンさんに会いたいな。すごいですよね YouTube、 もし YouTube 撮って編集してで他のお仕事もやりながら、すごい大変なのに。シルバーの髪好き、本当？本当ですか、嬉しい。もう多分しばらくはシルバーにしないんですけど、はい、ちょっとあれブリーチ必要なんで。私ねもうこれ以上ブリーチすると髪の毛がね死んじゃうんで、そう、次はねブリーチせずに入れられる色をしようかなと思ってて、ありゃ。下の方が切れてないや。
よいしょ、こんばんは。黒髪も似合いそう？ありがとう。もともとね黒髪だったんだけど、そうなんかもう嫌になって染め始めましたね。なんか自分なんか、まあもちろんね若いうちにいろんな色をしたいっていうのもあるんだけど、そうなんかね、あんまり自分の黒髪好きじゃなくて、連絡が来た、ちょっと待ってね、後で連絡見よう。そうなんか茶髪はねしたことあるんですよ。茶髪またね、茶髪は多分すると思う。もうブリーチしないんで私。あ、まあする時もあるだろうけど、しばらくはねちょっと髪の、私の髪のためにブリーチをしないんで。こんばんは。ロンゲっていう言い方嫌だな。ロングって言わない？まあそうですね、ロングからショートにしたのは去年の12月だっけ。そうなんかクリスマスにねしたんですよ。そうなんかその時もうマックス髪の毛切りたい時期で切っちゃったっていう。でもやってみたら、まあ別にね、なんかまあまあまあ普通まあボブの方が、ボブとかの方がいいかな、どっちかっていうとって感じだったわけ。そうだからしない。なんかしかショート似合う人羨ましいんです。私が似合わないから。そう小さい頃にね一回ショートしてたんだけど、その写真見るとねおおってなる。ほんとにチュエルとかだったらブリーチしなくても入るしよ。そうだよ、だから初めはねブリーチしなかった。一回黒髪から茶色にした時はブリーチせずに入れましたね。一回セルフで入れて、その後美容院行って、やっぱり美容院でやってもらった方がね色ムラとかはなくなるんで。そうそう、だからブリーチしないってなったら結局ね、まあブラウン系に行っちゃうっていう、そんな感じかな。でもハイトーン好きなんですよね。そうずっとハイトーンに憧れがあった。今でもまだハイトーンでいたい。すごい超ハイトーンのなんかブルーとか、まあシルバーもそうだったね、ピンク紫オレンジね好きなんですけど、まあちょっと髪の毛にはよろしくないっすね。やばいです、髪の毛のね痛みがね大変です。もう髪の毛のねケアがものすごく大変で、オイルつけてとかクリームつけてとかね、あの毎日毎日お風呂入って上がって髪の毛乾かす前にやるんですけど、そう結構大変なんで、ちょっとこれ以上やったら、なんか今ねちょっとやっとケアしてこの状態に持ってってるんですね。だからこれ以上やったらマジでちぎれる髪の毛と思って、しばらくはだからブリーチはしない色でと思って。まあ割とちょっと入りそうだけどね。赤いいね。赤アニメの色ってやってみたいよね。そうテンションもハイトーンで、ごめんちょっと今日、いや別にねテンション低いわけじゃないんだけど、全然なんか喋り方がテンション高くないよね。ごめん、あの心の内ではハイテンションです。だからちょっとあの補正かけといて、いつものハイテンションな光にしといて脳内で。そう今日はなんかそう なんか分かんないけど見た目がハイテンションならないみたい。手作り、そう、うんね、クリスマスリースを作ってるんです。ケイトで眠いわけではないので、あ眠気はもうねとっくの塔にどっか行きましたとっくの塔にどっか行きました。というか今日ね朝ねびっくりしたんです、寝すぎて。えそう聞いたやつ珍しいの、10時まで寝てた。
最近ね、私のね早起きが崩れつつある。嬉しい喜ぶところじゃないんだろうけど、そうだから珍しく本当に10時に起きて、ヒャッホーと思ったね私は。お仕事ないのは寂しいんですけど、そんな時間に起きて、ね、すごい寝たよね。自分でびっくりしちゃった。携帯見てびっくりよ。え？あれ？おかしいな。そう。だからお母ちゃんに遅かったねって言われた、今日来たら。疲れが溜まってる？溜まってはないと思うんだよね。わかんない。自分ではわかんない。その後お仕事入ってるわけじゃないし、私そう恥ずかしながらわかんないです。その疲れるようなこともしてないからね。たまにスーパー行ったりお出かけしてって感じなんで、わかんない。いつの間にか溜まってんのかね。疲れって目に見えないし。こんばんは。あ、血圧？血圧かな。血圧はね、どっちだろう。低くはないと思う。高くもないと思う。どっちだよって。まあ普通。わかんない。なんかそんな測ることないし。いやー、毛がいろんなところに飛び散ってく。やめて。せっかく袋用意して袋の中で収めようとしてんのにさ、私の努力を無駄にしないでよ、ケイトたち。なるべく掃除機かける回数を減らしたいんだ、めんどくさいから。毎回毎回これやった後に掃除機かけるとか嫌なんだ、大変なんだよ。ヘモグロビン？ヘモグロビンとかも知らない。そのなんか健康診断とかしたことないし。あ、一時期ね採血とかやったことあったけど、そうなんか人間の体って不思議だなってその時思った飯とお昼は一緒だった。一緒だった。何食べたっけ朝。あーなんかえなんだっけ、あうどん食べた。うどん、うん、その鶏野菜味噌のめっちゃ美味しかった。最高だよね。ね、みんなにこれシャキシャキするとね ASMR って言われる。そう心地いいでしょ。まあね、割りもカットを行ってるんで。あ、ちょっとこれナイスマリモな予感。違った、ナイスゾロな予感自分でナイスゾロいいね褒め方としてって言ってんのにちょっと自分で間違えちゃう。いやマジ超ナイスゾロな予感ですこれ。すごい、いいよいいよいいよ。
普段みんな ASMR ってやるの。そうだよね、 ASMR 好きだよ。特に物食べてる ASMR 好き。いい音しない？すごくカリッとかさ、サクッとかさ。そう、嫌いじゃないんです私。ああいうの見ると私お腹空いちゃうからあんまり見ないようにはしてるんですけど。よし、オッケー、ナイスマリモ。違った、ナイスドローナイスですね。よし、とりあえず緑とピンクは6個ずつできたから、次茶色行こう。茶色見た、茶色、茶色6つね、できたよ。あマリモが、マリモ、すごいいい色だと思う。かわいい。このピンク正解だな。マジこのピンクかわいい。マリモの素材はあのこれ毛糸ですね、毛糸。そう、これで作ってます。本をパラパラする ASMR もあ、そうなんだ、 ASMR そんなのもあるんだね。私は基本的に物食べてる ASMR しか聞かないからさ、いいね、違うの聞いてみるのもいいね。の ASMR 配信希望やらないよ。だって苦手な人もいるでしょ。しかも恥ずかしいもん、普通に私がただ単に。そうだからしません。機材とかも必要じゃん ASMR って。そう、大変なのよ。たまにご飯食べてるから それで聞こえてるでしょきっと。クリスマスフェイスを作るのは大変。あー、まあ大変。でもね、可愛いし楽しいよ普通に。そう、大変ではあるけど、これね本当にちょっとね手が痛くなる作業です。でもそれ以外はね、なんかできたら可愛いし。まあこういうのってね結局ね、達成感があればいいんですよ。そう、あ、できたな、可愛くできたなっていう達成感がね、あればそれで全て報われるからね、いいんだよ。うわ、切れな、あ、切れた、切れた、よし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 、痛い。これね、ハサミね、マジで切っていくのが痛いんですよ。そう、それだけかな。それ以外はね、楽しいよ。クリスマスツリーはね、見て、作ったことないや。
家にね、本当はクリスマスツリーあるから、もう出さないんだけどね。そう、もうクリスマス祝うってこともないし、そんな。編み物好きですか？できません。編み物はできません、私。全く。ちょっともできません。そう、なんかさ、まあ、お裁縫とは違うかもしれないけど、お裁縫系全くできないんですよ。へったくそすぎて。お料理の方が得意なんです、どっちかって言ったらね。だからミシンとか使えない。もう使い方忘れちゃった、ミシン。学校でね、習ったけどね、ミシンの使い方。そう、だから料理の方が好きかな。そう、小学校の頃から本当にお裁縫が下手くそでした。めちゃめちゃ下手くそだったな。まあ、一時期ね、フェルトでなんか作るのハマってたけど、それも下手だったんだよね。あ、違うやつ抜いちゃった。か、これをカットして。取れたボタンからならつけられる。ああ、多分それならつけられると思う。そのくらいじゃないかな。でも自分ではつけないけど、基本的に全部おばあちゃんに任せちゃう。おばあちゃんが上手だからね、そういうのね。松ぼっくりみたい。確かにぽい。今何時だ？お、もうちょっとで1時間だね。早い。あ、でも今日いいペースなんじゃない？すごい。多分。わかんないけど。切り絵は得意？力加減がバカなんだよな。細かいところとか切るとさ、絶対にさ、違うところ破けるから。得意ではないね。普通に絵描くだけなら別にね、普通なんですけど。いやー、バカ力なものでそうね、力は結構ある方なんで。なんか美術でもね、やったんだよね。そのまあ中学の時に美術部だったんですけど、なんか文化祭になんかに出すので作ったんだけど、いやー、まあ大変でしたね。なんせラジエーションハウスとアバランチがある日。そう、アバランチ。ラジエーションハウスはね、漫画を持ってます。そう、私はね、アバランチをね、撮ってますね。やばい、茶色い毛が飛び散る。
やだ、こんな 毛だらけになってお布団入りたくない。こんばんは。そう、切り絵ってめっちゃ細かいんですよ、本当にダメ。私まあ性格上大雑把なんで、結構いろんなもんが、まあ細かいところは変に細かかったりもするんですけど、ちょっと待って、ちょっと遠くて見づらい。お目目がね、そんなによろしくないもんで。作業されるか。そう、そうなんかね、こうやってね、系統にいっぱい貯めてるんです。いや貯めてるわけじゃない。ゴミ箱としてね使ってるんですけど、それでもなんか風に流れて、そう私がね笑ったりするとね、それに合わせてね飛んでくんです。サラサラサラ。そうだからね、なるべくね笑わない、笑っちゃダメなの。そう、笑い息で全部飛んでっちゃうから。でも可愛い、色可愛いよね。いや、笑わせないでお願い、本当に。ちょっと私がね、後々大変になるっていう被害全部私なんですよ。あ、明日の朝ごはん何食べよう早い、まだ朝じゃないのに。明日の朝ごはん何食べよう。みんなってさ、朝ごはんとかってその朝に考えるもん？結構前日からあれ食べようかな、あれ食べようかな、あ、ちょっと仕込みしといて明日の朝食べようとかさあるんだけどさ、ギフトありがとうございます。生姜焼きいいね。お、菓子パン、あ、菓子パンもいいね。いつもパン、アイスいいな。あ、嫁が出してくれる。あら、あら素敵。しかもね、割となんか自分がね食べたいものがあるから、自分でね作るよって言って作ることが多いんですよ、自分の分を。みんなね、もうお仕事とかで行ってるから、そう行っちゃうから、自分の分は自分で作ることが多いんですけど。うん、ヨーグルトね。朝食べない派ですか？まあそうだよね、なかなか食べれないっていう人もいるもんね。しかもね、朝から何でもいけるタイプなんで、はい、好きなもん食べるんですけど、朝からラーメン作られても全然食べるよまああんまり食べないけど、そのなんていうの、健康とかで、ね、体型上食べ、あの作ってもらうことがないけど、たまに朝ごはんにラーメンとかね、めっちゃがっつりお肉とかね食べたりします。
も確認いいね。しかも一時期作ったな。おー危ない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 笑っちゃいけん。そうそうそう、確認ね、美味しいよね。ちゃんと下茹でして、めっちゃ下茹でちゃんとして時間かけて作ればマジで柔らかくなるんで、すごい角煮はね時間かけるタイプ。オッケーかな。もう手首が。ヒカルも将来旦那さんにご飯作ってあげたりしたい？いやあんまり。えじゃあ、別にね、これには理由があって、なんかやっぱり人にとってさ、好みっていろいろあるじゃん。そう、好みってあるから、なんか好み違ったらさあれだしさ、なんか嫌いなもん出しちゃうのもあれだなと思って、そうだからその上で作りたくない。こんばんは。なんかやっぱ生まれ育った家庭の味とかも全部違うじゃん。なんかお口に合わなかったらどうしよう。それならなーっていう。そうだから別にかな。そうだ、決してね、なんかめんどくさいからとかではないんですよ。そう、家庭の味って全然違うじゃないですか、本当に。合ってますか？合ってますよって言ったらいいかな。お恥ずかしい。はい、多分そうです。ありがとうございます。むしろ料理作るのが好きでしょ。大好き。嫌なこと忘れられるし、料理作ってる間って無心じゃん。その時間は好きです。そう、煮物とかって違うじゃん、やっぱりそれぞれお家によって。あとお醤油も違うじゃん。まあひかの家はねちょっと甘めの醤油なんですけどね、そういうのでも結構違ったりするから、なんかお口に合わなかったら、だって合わなかったらねっていう。カルン作る料理は全部うまいから絶対いい。わかんないよ、すっごいまずいの出てくるかもよ。まあたまに失敗もするしね、普通に。なきゃ薄味？いやそんなことない、普通濃くはないけど薄いってほど薄くもない。まあヒカはねどっちかって言ったら薄味が好きなんですけど、まあ、私の味に合わせるとみんな薄いって言うから。そうヒカめちゃめちゃ薄味好きなんです。そうだから私にね味見してもらって、私がうんちょうどいいねって言うと少しね、あ薄いんだなこれはって、ね、味出されます。そう、まあ、健康的でねそっちの方がいいのかもしれないけど、薄いのが好きです私は。くどいとねちょっと食べれない。だから漬物とかもね、まあ、つけすぎると味くどくなったりするじゃないですか。なんか絶妙なやつじゃないと食べれないの。辛い食べ物は好き？あー好きだよ、嫌いじゃない、一般的な辛さであればね。
はトッティさんかな、ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。ニヒカルに期待してる人、期待しないで、もう本当に無理。いや挑戦したいんだよ、挑戦したいけどさ、まず喋れなかったらさあれだし、やらない。そう、もう一回チャレンジはしたいけどやらない。そう、ペヤングのごく激辛で、すごいダメージ受けたから、謝罪会見までしたんだから私、ね、もうやらないとか。本当にマジでね、やばいから容易に食べてみとか言えないからさ、んだそう、軽々しく食べるもんではない、あれは。こんばんは。ゆうなさん、ダメだよ。本当にやめといた方がいい。いや、マジでね、痛いの。辛いんじゃないんですよ、辛さでならまだいいよ、痛いんです全部が。だからね、本当にノリとテンションで食べるもんじゃないんです、あれは。私が身に染みて分かっている、それを。ノリとテンションで食べた女がここにいるから、ちょっと本当にやめた方がいいと思う。仕事の昼休み食べても大丈夫そう。あ、やめとき。いや、まあそれはまあ自己責任なんだけど、正直食べたらとりあえず口をゆすぐことをおすすめします。そう、ずっと痛いからゆすいだり冷やさないと。そのくらいやばい。色はね、本当に普通ね、ソース焼きそばより色薄いんですよ。なんかなんなら塩焼きそばっぽい感じの色なのに、すっごい辛いですから、やばいやばい。あれは軽々しく食べちゃいけんもんや。絶対これケイトだ。ムズムズする。私の感じは金になりましたね。なりましたね。
ね、なったね、本当に。金メダルとかの金でしょ。石川からも出ましたからね、金メダルの方。まあ、毎年予想がつかないから何とも言えないんですけど、そう、マスクしたら、いや、ないんだよね、公平に今。そう、だからいいや。金沢の金かもよ、本当？それだったら嬉しいな。私の愛する金沢、I love 金沢が。やばい、机の上が毛だらけになりそう。なんか見えない毛が飛び散っている。で、金沢 T シャツね。最近ね、寒くなったから着てないけど。私の大好きな金沢 T シャツ、あれでもちょっと毛玉になってきちゃったんだよね、首元に。完成しそう。全然、あさってしあさってくらいには完成すると思う。やばい、絶対ついてる毛絶対ついてるよこれ。何の配信ですか？リース作りの配信です。今ね、こういうものを作ってます。うん、これの、あの、これ去年作ったやつで、これのをね、今年バージョンにしようと思って、こんな感じで色を変えて作っております。この色いいな、かわいい。オッケー。え、めっちゃいい色だと思う。ほら、いい色。1、2。よし、これをあと4つ。ね、クリスマスな感じするよね。あとね、4つだよ。4ついけるかな。ギリギリいけそうな感じしない？
あと4つではない、あと白が4ついるんで、茶色4つに白4つでか、あと台紙にくっつけたら完成かな。あとは糸が足りるか問題ですね。足りそうな感じはするけど、そうそうそう、茶色の糸の色がいい感じに合ってる。最高、よかった。この色にして赤とか言って妥協しなくてよかった。センスよろしい、本当嬉しい。いや、完成どんなになるかね、楽しみ楽しみ。こんばんは。クリスマスの飾りって感じするわ、色合いが。自分の感想やばいんだけど、カッパカパ。後でリップクリームしよう。リップクリーム大切ですね。いや本当に冬になると実感する。私基本的にいつも唇乾燥してる女だからさ、動いてるよね、多分動いてる。あー、えぐれた。すごい、真ん中こっちえぐれちゃったよ。こっち下にしなきゃ。最近静電気が半端ない、バッチバッチ。そうなの、梅にね、静電気がね、梅から静電気が来るんです、私に。肌はね、そうね、どっちかって言ったら最近は乾燥するかな。鼻の皮とかむけちゃう、乾燥で。もう嫌だと思って。ね、保湿しなきゃね、本当に。結構してるつもりではあるんだけど、足りてないみたい。
こんばんは。どっかに体吸い付けてない？いや別に吸い付けることはないかな。だから不思議なんだよね、めちゃめちゃ静電気来るじゃんと思ってちゃう、ね、なるべくなんか犬も痛いらしいから気をつけてはいるんだけど。ね、お風呂上がりにいつも化粧水と乳液塗ってんだけど足りないみたい。全然ね、ケアはしてんだけどこの時期はどうもね。疲れると静電気出るから心配よ。あ、そうなの？疲れると静電気出るの？それは初知りだわ。気をつけよう、疲れためないように。私にね、静電気来る分には何でもいいんですけど、本当にお姉ちゃんとかね、ももにね、行くとね、なんか少しやっぱり痛いみたいだから、人間と一緒で。だからちょっとね、気をつけなきゃ。うん、ももからは全く来ないんですけどね。ももから来たことないわ。梅のみなのだから静電気来るの。それがまた不思議でね。つけても効果ないかな。どうなんだろう、わかんない。こんばんは。かゆそう。そう、なんかすごかゆい。そして毛糸が袋に収まらない。収まってくれよ。頼むから切実に。なんか謎にピンクの毛も飛んでるっていう。袋からちょっと出てるんだね。そしてまた掃除機かけなきゃ。いや、コロコロしよう後で。
待って。できた。三つ目。もうだって10分くらいで作ってるもん。え？すごくない？ペース早今日。ね、茶色は今日終わりそうだわ。いやでもな、白の毛糸持ってないんだよね。だってなんで絶対ここに毛あるのになんで掴めないの。こんばんは。ヒゲじゃないよ、ヒゲじゃないもん。いや、どうやってたんだろう私は。こんばんは。ハサミ落とした。危険、危ない危ない。よいしょ。まだむずむず収まらない。いやなんか収まってる時とね、来る時のね、そう来る時があってね、急に来るんですよ。あ、来たみたいな、なんかくしゃみみたいな、あやべ来たぞ今みたいなね、そういうのがございます。目がチカチカする。そして唇が乾燥する。唇の乾燥限界突破しそう。そう、何でもね限界超えてかなきゃダメだよね。うん、くしゃみしてることあるよね。え、めっちゃあるよ。すごいね、めっちゃくしゃんくしゃんっていうの超かわいい、羨ましい。なんかくしゃみしてエクションとかなのにね、ショールーム上ではね可愛くしゅんってするけど、ね、そのままとかうねがいると最高に可愛いって、何でも何しても可愛いからね。だってさ、トイレしてても可愛いってすごくないですか。
可愛いメンバーとかいる？誰だろう。いやでもみんな結構可愛いよ。そんな変わったくしゃみする人はいない。うん、みんなそんななんか盛大にするわけでもないから、みんな可愛いんだけど、誰だっけな、めっちゃ可愛いのが可愛い子がいた気がするんだ。ああ、うわ、やらかしたやらかした、糸の上に落っこした。そう、ちょっと思い出せないな。こんばんは。誰だっけな。あ、でもピョンちゃんのくしゃみはちょっと変わってるなって思う。別に変とかではないんだけど、そう、少し変わってるなって思う。可愛いけどね。あ、落とした。こんばんは。うん、ピアノかわいい。パフォーマンス中にくしゃみ出たことある？いや、ない。あ、出そうみたいなことはあった気がするけど、出たことはないかな、実際。タイムリーにくしゃみが出ちゃった。こんばんは。くしゃみすると何回も続く人いるよね。いるいる。いや、でも続くときはしかも続くよ。そう、花粉症の時とか特にね、ひどいわ。止まんないから、あれ。もう一回来たい。ごめん、出ない出ないっす、ごめんなさい。ギフトありがとうございます、ね、出ないからね。そのアンコールとか言われて出るもんでもないんだよ、くしゃみって。みんな知ってるでしょ。
しゃみね。くしゃみすると気持ちいいよね。え、そうそうなんだよ、本当にそう。でもだからさ、ムズムズしてさ出ない時とかあるじゃん。あれマジで気持ち悪いの。出てくれと思う。いつもくしゃみうるさいって言われるのが悩みです。いいじゃんいいじゃん、土の方が静電にやった方が気持ちいいよきっと。うん、人それぞれだ、くしゃみも。それは個性だよ。個性はね、生かしていこうどんな個性って感じだけど、ね、個性は大切。くしゃみすると誰かが噂してるとか言わなくて。ああ言うよね。あ、じゃあ今のちょっと誰かが噂してんのかもしれない。どんな噂してんのかな。アニメとかでもよく言うよね。確かにまさにネモハモですね。ネモハモルーマ、どんな噂かな。いい噂だといいな。アニメではさ、これ、ね、なんか誰かが俺の噂してやがるぜみたいなことを言ってさ、結局さそんな大した噂じゃないみたいな、なんかむしろなんか悪口言われてんじゃないくらいのやつって結構ない？気のせいかな。ね、少年漫画って、そう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 、そんな感じあるよね漫画の見すぎやんな。こんばんは。できた。ちょっと待ってね。
強靭できそう。茶色はね強靭できそう。あとそうだ2個だね。なんかあと白の系統買ってきてね、これね、あとまだ2個しかないんで、前回の残りなんであと2個しかないから、それ買ってきたら買ってきて4つ作ったら完成。うん、見て、うん、茶色は強靭にできるわ。ポンポン、あと少し、うん、あと少し、まただ、毛糸触った後に鼻触るのダメだな、絶対毛糸入り込んでも。まだ50分ある。よしよしよし。からコツコツ作業できるところ尊敬します。いや全然よ。全然全然。そんな本当にコツコツじゃないんですよ私。気分屋さんなんで、急にやりたくなくなったりもするし。あと20分でアバランチ始まる。まあまあまあ、アバランチはね大丈夫よ、録画してるからでね、きっとね、マミーがまた騒ぐんだと思うよ。あの人が、ムチさんがって言ってそう。多分ママルンリアタイするだろうから、録画が成功してるとは限らない。そんなことないよ、きっと成功してる。失敗してることなんて基本的にないから。ヒカルンルン、はい、ヒカルンルンですよ。カビルンルンみたいカビルンルン、カビルンルン可愛いよね。なんかね、アンパンマンはね悪役が好きなんだ。バイキンマンとかドキンちゃんとか、あとロールパンナちゃんが好きですね。ロールパンナちゃんマジ昔めっちゃ好きだったな。友達の来たら行くと録画信用しすぎたならないどうした、急に名言っぽいこと言ったね。どうしたの。あ、行けたら行くわね、確かにそうだよね。しかもでも言ったことあるな。
行ったことあるんかい。あるよ。うん、いや本当に、いや仕方ない時だったんだよ。それは本当に別に悪気があったわけではなくて、行かないつもりでもなかったし、行かないつもりはなかった、行くつもりだったし、そう。でもね、ちょっと他にやらなきゃいけないことがあったから、ごめんねって、行けたら行くねって。結局行ったんだっけ、行かなかったんだっけ、忘れたな、そこまでは。配信できたらするねはないと思ってる。いや、ヒカ割としてるよね、配信できたらするって。夜配信できたらするねとかはやってると思うんだけど、どうなんだろう。割と高い確率でやってる気がする。一回ちょっとやらかしたけど、アラームかけ忘れて起きれないということが起きたけど、基本的にはやってる気がするよ。ね、だからね、見に来てね。私がもしかしたら配信でき、できたらするって言ったらとやると思うから、よっぽどの事情がない限り、寝坊とかじゃない限り寝坊したら本当にごめん。たまにね、うっかりアラームをかけ忘れるんだ。そう、仕事の前じゃないからよかったけどさ、その時仕事だったら怖いよね。たまにあるんです。いつも時間にぴったりだから遅れたら体調が心配になる。あ、全然、なんか遅れるときはね、本当になんか時間見てなかったか、なんだろう、なんかちょっとあれが長引いちゃったか、全然、ね、大丈夫よ。そうね、日が確かに基本的に時間ぴったりか少しだけ早めに始めるよね。まあ癖ですね、やっぱり守らないとかなと。約束だし、みんな。しかも私、時間早めに、なんか準備ができたらもうすぐやりたいタイプなんですね。でもなんか準備ができる時間っていまいち分かんないじゃないですか。だからいつもちょっと告知もギリギリになっちゃって、仕事の時寝坊したらどうする？あ、素直に謝ります。ありますもん、実際私。入った当初だけど。ありましたよ。最近はもう全くないんだけど。もうなんか、ダンス覚えるのに必死で徹夜で覚えてたら、ちょっと朝本当に寝過ごしちゃって、アラーム聞こえなくて。いや、ちょっと本当にガチ謝りしたね。すいません。急いでスタッフさんに電話かけてホテルから、すいません寝坊しましたって言って、マジすごい焦る、やらかしたと思う。もう寝坊することないけどね。
打ち合わせも早めに行く。そう、早めに行きます。それで助かったことありましたもん、一回。まあ助かってはなかったんだけど、なんか集合時間勘違いしてて、なんかヒカが思ってた時間より集合時間が早かったのね。でもなんか、まあ、結局は少し遅刻したんだけど、なんか早めにホテル出て、あの電車乗ったおかげで、あのなんていうの、予定より多分15分くらいかな早めに着くように乗ってたから、なんか遅刻もほんと数分で済んで、それはなんかこういう、そういう時ばっかりはもうなんか助かったなと思った。まあ、結局遅刻したことには変わりないんだけど、なんかすごい長く待たしちゃうよりもう数分で済んでよかったなって。うん、こんばんは。ね、チームメイトで集合早いメンバーは初、これはもう絶対的に初ですね。初とも言ってんだけど、だお互いに早いんですよ。まあ、ヒカもね、あ、できたこれ。お互いに他のメンバーより早い時が多くて、で大体ヒカが一番か初が一番かっていうことが多くて、まあ、今はね、あのそんなことはないんですけど、そう、なんか各自自主練とかで早く来たりすることが多いから、まあ結局わかんないんだけど、だからお互いになんかヒカかハツかどっちかが一番だよねっていう話をしたことある。心配性なの？うーん、そうね、なんか時間に余裕が欲しくて、ヒカはそうで、早めに早めにって行動して早めに出ると早いっていうな。一番遅いの誰だろうね。昔だとリラちゃんとか少し遅かったかな。もうね卒業しちゃったんですけど、リラちゃんは割とのんびりだったイメージがある。沖縄の人はノルベスだからね。まあっていうよね、まあ、それぞれ個人によって違うかもしれないけどって言われることが多いよね。実際どうなんだろう。朝はギリギリまで寝てたい派なんだよな。あ、ヒカはね早く起きないと。だから基本的に仕事の前だと1時間半から1時間は早めに起きます、私は。うん、怖いからね。30分前は無理だ、不安。うん、かな。まあ事前にね持ってくものとか準備とかは前日にしといて、そこから1時間半か1時間か早めに起きる。ね、心配性なんだよね、きっと。学校も早く行ってた。いや、学校はね、そんなことなかったね。学校は割と、のんびり。うん、まあ、遅れない程度にのんびり行ってたよ。だからやっぱり仕事だからじゃないですか。学校はさ、まあ、遅れちゃダメだけど、まだ、自分が遅れても、なんか
他の人に影響するわけじゃないじゃないですか。そう、もう普通に授業が始まる時間ならもう普通に授業みんな始めてるし、もう仕事になるとやっぱり迷惑かける人のが多いじゃないですか。なかなかレッスンが始まらない、車両が出せないとか、だからだろうね、余計に。起きて10分で家出る自信あるわ。やばい、それはやばい、すごいわ。うん、それはすごい。マジ本当にすごい早くないと焦っちゃう。不安不安。ランリーは家出る10分前に起きるみたい。すごいな、すごいですね。私は無理だ私は無理だ。不安、やっぱり準備しなきゃ準備しなきゃ。あ、そうそうそう、早く着くのが、そう、私は早く着くのがもうほぼほぼ当たり前なんで、なんか少し遅いと不安になる。しかも何が起こるか分かんないじゃないですか、余計に。だから不測の事態を考えて。もしかしたら朝急にお洋服がなくなっているかもしれない。絶対ありえないけど朝起きたらお洋服がなくなってるってどんな状況っていう感じだけど、そうね、なんかもしかしたら急にね、集合時間早くなりましたよって言われるかもしれない、ね、そういうこと考えたらね、ほぼほぼないんですけど集合時間早くなるとか、そんな朝になって。A 型いや O だけど、まあ A も混ざってるって言われます。私は家ね A か O の人なんで、みんなそう、どっちかだから、まあどっちの血も受け継いでるなって感じ。もしかしたら目が覚めたら一日寝過ごしてるかもしれない。それはない。ひかね、寝たくてもなかなか寝れない人だから多分それはない。待って、逆に相手が遅刻したら許せないタイプ。いや全然、これは本当に全然、なんなら1時間くらい待ったこともありますし、私そうご飯食べに行く予定で遅れちゃったから、相手がそうマックで時間潰してご飯食べる前なのにナゲットとポテトを食べるっていうお昼ご飯これから食べに行く予定なのに、そう。だからまあまあまあ別にかな。何チキチキしてるの？ケータ。これね、こういうの作ってます。まあね、こういうリースを作ろうと思って。そうそうそう、カレンちゃんの話。
遅れる連絡あったよ、もちろん。びっくりしたけどね、初めてだった、そんなに、ま、あの待つの。カレンちゃんとミッサーとハッツかな。そう、ちょうどね、もうその時にその夢見る、今 YouTube 出してますけど、その時あの絶賛制作中というかだったんですよね。でそれの準備とかいろいろしてたら、なんかあやべ、もうなんか時間これから出てもなんかすごい遅れんじゃんみたいになったらしくて、そう、フェティマクで払ってもらいたくない。あでもね、なんかご飯おごってくれたんです。そうだからなんか遅れて申し訳ないからって言って、そのまあご飯食べに行ったそのところの代金払ってくれて、そう、いやありがたい、ありがたいっていうか嬉しかったよ普通に。そうマックダイなんてそんなね、ナゲットとポテトだけだし、うん、オムライスをねその時食べたんだけど、オムライス代を払ってくれた、本当にありがたかった、全然いいのにと思いつつ、まあ、ひかね待つのは別にそんな苦痛ではない人だから、結構ねなんか街ブラブラ歩いて一人で歩いてとかあるし、カフェとか入ったらまあちょっとね、そのカフェとかがなんかそんな見当たらなかったんで、マックが一番時間潰そうだったからマック入ったんだけど、そうそう、だから別にかな、しかそんな怒るタイプでもないし、まあ家ではね結構短気って言われるけど、もう10時か、何個できた？あ、もうこれね、茶色はね、あとこれ1個なのね。だから、そうね。今日絶賛、え、8個作ってる？ 8 個くらい作ってるかも。え、8個だっけ？うん、合ってる合ってる。え、すごい作るやん。はじめのは何やってんろっていうくらいすごい作るじゃんね。慣れと、あとまあ私の基準が下がったっていうクオリティの、自分の長所と短所すぐ言える、自分の長所はストイックなところ、はい、で短所はストイックすぎるところ、以上です。自分でねストイックっていうのもあれだけどかな、仕事とかに関してはきっちりするタイプなんで、割と多分みんなにも言われるし、真面目だねって。だからまあ実質ストイックっていうか、まあ真面目なところで、短所は真面目すぎるところって言われる、硬いって言われる、割とすぐ言えるよ。自分でストイックとか言う人初めて見た。あ、ごめんね、それは本当にごめんね。まあそれぞれでも長所なんてそんなもんじゃないですか。うん、で自分の長所言ってくださいって言って、自分のこと褒めてくださいって言ってるのと一緒だから、
まあストイック、自分がストイックって言おうが自分はまあ真面目ですって言おうが結局一緒だよ。そう、結局、はい、自分は優しいですとてもって言ってるのと一緒一緒、変わらん変わらん。そう、面接みたいだね。結局ね、そういうことは言わなきゃならんから、自分分析は大切よ。よし、できた。え、マジかわいい、超かわいい、見て見てよ、ちょっと緑が見えない。超かわいい。そうそうそう、そんなもんそんなもん。まあ普段は言わないよそんな。そう、普段はそんな私はいストイックです、私真面目ですなんて言わないけど、まあ長所短所って聞かれたらそれかなって、もうそのくらいしかないし。ひか、そう、よし、とりあえずあとは白の毛糸買ってきて白を作るだけ。白は持ってなかった。 あと2つね。そう、2つだけしかないの。なんかこれ前回の余りでさ、前回余ったやつがここにあって、白とまあ赤とちょっと暗い赤と灰色、黄色、緑があるんですね。こんばんは。そう、その余りがね、白2つ残ってたんで、まあそれじゃ足りないんでね、あと4つくらい作りたいかなと思います。そう、これでねクリスマスリストを作ります。そう、これの方が見やすいかな。これね、こういうのをねいっぱいくっつけたもんなんですよ。そう、いっぱいくっつけて出来上がったもんなんで、そうそうそう、可愛いでしょう。これも、これはねお試しで作ってみたものですね。これはクリスマスリースとかじゃなくて普通に秋っぽく作りました。うん、で去年新しく作ったのはこちら。今回のリースの型紙は20センチくらいになるのかな。何センチだろうね。これもなんか何センチか測らんと普通に作っちゃったし、まあ、ちょっと長さだけ測ってね、後でちょっと台紙を作ろう。そう、簡単なんですよ。だから毛糸と段ボールと、あとまあなんか自分が欲しければ100均とかでリボンとか飾りとか買えばもう OK。あとボンドだね。以上です。簡単簡単だからね、総額で言うとね本当に1000円もかかんない、500円とかできそう。うん、簡単。まあ、毛糸のね色も減らせばその分安くなるし、トナカイ、いやトナカイっていうよりピエロだね。そうそうそう、お花とかね
ボキピチ。ただ今持ってるのはこういうビーズとかね、大きさとか違うんですけど、あとはこういう風にね、ちょっと木の実っぽいものとかね、こういうのをまあこのまま刺してもいいし、一つ一つちょっとバラして使ってもいいし、結構デザインは無限大ですね。ヒカルが今持っていたクリスマスツリーって何日くらい、あ、これはね、なんか2日くらいで作ったらしいです。多分ね、すごい2日で長時間かけて、1日でなんかめちゃめちゃ何時間もやって作ってたんだろうね。そう、このねオレンジの方はどのくらいかかったか全然覚えてないんだよね。試しに本当に作ったものだったから。そう、全然覚えてないんだ。もう色こっち可愛いよね。なんかもうちょっとこっち遊び心、クリスマスとはいえなんかもうちょっと色足してもよかったかなと思って、なんかこうやって並べた時にやっぱり映えるのこっちだな。まあ、クリスマスだから仕方ないのかもしれないけど、これね、こういう糸もね使いまして、こういうの作ってもいいかもね。お、2日で9時間配信してたんでそりゃ完成するわ。はい、これね、段ボールじゃなかった、ね、新聞紙ぐちゃぐちゃに丸めて、とりあえずテープで留めて、そうで、あと糸でね、その丸くなった新聞紙にぐるぐる巻きつけてボンドで貼って完成。こちらだから糸でね、これも糸足してもいいかもね。いろんな色の糸あるんで、うん、すごい形変、ボコッとしてる。ね、秋色だね。25分になったらランキング読むね。あ、そうそうそう、さっきね755でも言ってたんだけど、生写真がね明日の12時59分までなのね、予約が。はい、ぜひ皆さんにゲットしてほしいなと思いまして、本当にもう多分あんまりシルバーに髪の毛もねすることもないし、シルバーなの珍しいんで、はい、マジで貴重だと思ってます私は。はい、なので皆さんにぜひゲットしてほしいなと思います。写真はねちょっとシルバーに、いや少しシルバーですね、はい、茶色も混じってるけど、なのでぜひぜひ見ていただけたら嬉しいなと思いまして、はい、こんばんは、ぜひチェックしてください、お願いします。髪の毛もね可愛くしてもらったんで、この時ね、この髪の毛好き。ぜひぜひゲットしてください皆さん。明日までですよ、明日の12時59分までね。おはようございます。忘れちゃう前に予約しましょう、ぜひ。忘れちゃうとあれだからね。しかもね、よくあるんですよ、ありゃーと思ってね、気づいたら終わってたみたいなね、思い立ったらやろう。クリスマスリースってどんなとこにかけたりするの？いや、そんなしないかな。まあここら辺で貼ったりはするかもしれんけど。こんばんは。あんまりね今画鋲で穴開けたくなくて、壁
ちょっとやっとね、たくさん画鋲で結構いろんなところに穴開いてたのを埋めまして、100均でね今そういうのが売ってるから埋めまして、なるべく開けたくないんでどっかに置きたいな。こんばんは。からね、まあそこもいろいろ見ながら調整を。今光の今の髪の毛の色好きで、本当嬉しい。光る今日クールやね。本当？そうかな。いや普段がテンション高すぎないよ。普段がテンション高すぎんのよ。いつもはこっちです。いつもの私、鼻かゆい。いつもの私、鼻かゆいんだけど。はあ、ああ、治ったかも。じゃあコッケからさ、別に真の光るの、いや別に真の光るんじゃないねん、あれは本当ね、本当やねんね、あれは本当にもだえるから、マジでもだえるからダメだよ。ギフトありがとうございます。超絶もだえるよあれは、もだえてもだえてもだえまくるから、痛いから口の中。このお肉もうちょっと落ちないかな。髪どのくらいまで伸ばす予定？ポニーテールできるまで。ポニーテール、あーそうね、高い位置でポニーテールできるまで伸ばします。はい、そう、なんかもともと伸ばすっていうのも それがしたくて、ポニーテールしたいがためのロングなんですよ私。そう、なんか別に何もなくて、なんかこういうなんか成人式があるからとか別に本当にそういうのはなくて、ただ単に私がポニーテールをしたくなったからポニーテールのためにやるだけ、以上、本当にそれだけなんで。まああと強いて言うなら、お母ちゃんがもうそろそろアレンジしたいなっていう、ヒカの髪だけアレンジしたいなって言ったから、あ、じゃあ伸ばそうかなっていう、まあ、一番の目的はポニーテールがしたかった。ポニーテールがしたいがための数年計画よ、この ロングにするための数年計画です。それもそれで不思議な話だけどね。はい、まあね、ポニーテール種類で一つに結ぶことはできるんですけど、そう、どこまでかな、胸までは絶対伸ばしたい、胸このあたりか伸ばしたい。うん、あと20センチくらい、そうね、今ちょっと巻いてるから短いけど20センチかな。うん、いや一時期はねお尻までありましたよ、ダンスしてた頃かな。そう、小さい頃ダンスして、その頃はまあお尻くらいまでありました。うんね、
もうそれはそれで大変なんですよ。めんどくさい。昔のあやねちゃんくらい伸ばしたら、いや私がねそこまで伸ばすとねもう大変かなと思って、今ねもうブリーチしてるじゃん。そうだからもう痛みがすごいと思うから、きっとそのくらいになるともうバサバサになっちゃいそうで、私の髪の毛終わってそう、髪の毛が枝毛とかね。枝毛見つけるの楽しいんですけどね、今のところ枝毛ない気がする。あったらちょっとショック。あ、でもこれ折れそうなのはいるな。あ、待って、あ、よかった、枝毛じゃなかった。あ、ギフトありがとうございます。まさかの枝毛あるやんとか思ったら違ったわ髪の毛2本あるだけだったね。まだ枝毛ないからよかった。彼のブリーチ言うたびにブリーチが頭を何回も受けるの、なんで？私がブリーチ持ってるからじゃない、全巻揃えたからじゃない、好きだからじゃないかな。そう、ブリーチはマジで好き。ブリーチじゃない、ブリーチもうなんかだんだん、ああ。まさかの枝毛発見、やだー、ないと思ってたのに。ちょっとどこ行った、あー待って待って、枝毛どっか行った、最悪。あとで掃除機かけよう。結局掃除機かけるんかい。違う、コロコロしたらいいんだって。そう、最近髪をバッサリ切りたいやつとかってあるよね、そういう時ね。あるある。うわうわうわ、ちょっと待って、毛飛んだ気がする、やだー。え、本当にちょっと後でマジでコロコロしよう、やだ。ね、髪の毛切りたくなる時期ってあるよね。いやでもね、思い切って切るのもいいと思う。空気抜く段階ですっごいすっごい毛飛んできた気がする。母ちゃんコロコロ持ってきてくれないかな。そう、ショートほんと楽よ。うん、マジで楽。髪の毛洗うのも、カーペットクリーナーっていうの？あ、ショートの女の子好き？
ごめん、ロングにするけど好きでいてくれますか？今からちょっとロングになるんですけど、あのロングになるというか、まあ、これから数年計画で、ロングになるんですけど好きでいてくれますかね。どっちやそれはどういう反応、どっちいいよなのか嫌だよなのか、どっちだろう。そうね、二十歳になるまではショートにはならないかも。うん、分かんない。私の気分がね急に変わったら、あ切りますってなるかもしれないけど、ボブ好きだったんで。お、25分ありがとうございます。ちょっと30分までやるね昨日と同じパターン。30分までやってにします。やっぱりごめんね、教えてくれたのに。あーお寿司食べたい、お寿司食べたいし、お肉食べたいし、もうなんか麺類も食べたいし、もうなんだろう、ご飯が食べたい食べたよ今日も食べたよ、ちゃんと。何年計画？ 2,3 年かな、3年。お腹すいたんか？全然お腹空いてない。今ちょうどね、なんか開いたらね LINE ニュースのページになっててね、なんかちょうどスシローのね、チラシみたいな、寿司納めの感動ネタかける大トロみたいなやつが出てたから、そうそうそう、あ、おいしそうと思っただけ。こんばんは。もう初めて焼肉キング行ってきました。本当美味しいよね、焼肉キング。はま寿司も行くよ、好き。お寿司好き、しかも割と何でも好きなんで。お腹空いてないの食べたいってすごいな。まあそれは人によりますよ、それはね。うん、まあ、自分はね違うかもしれないけど、私はそういうタイプだから、まああんまり気にしないでください、すいませんお、今日はデパ地下でお寿司買ってきてました。わあいいな。くら寿司は今全集中でコラボしてるのって、そうなの。くら寿司行ったことないからな。お寿司は握りと巻き物どっちが好き？握り、絶対握り。え、しかし渋いんですよ、つぶ貝とかエビが好きなんで。そう、赤エビとか渋いってよう言われるんで。あとね、とびこ食べたら、この前数年じゃない、こう1年以内に1回食べたのね、とびこ。めっちゃ美味しいね、あれ食感が楽しいね。最近駅に持ち帰り専用のスシローが増えてきた。あーいいね。お、マグロ大好き。この前も食べてたもんね、マグロお刺身食べてたもんね。とびっこって言わないの？え、とびっこじゃなくて、わかんない。ひか、そんな食べることがないからどっちなんだろう。とびっことも聞いたことあるよ。あ、とびっこ。なんかどっちも言うっぽい。どっちも言うっぽい。
あ、そうそうそう、白子が美味しいの。白子大好き、私白子愛してるからね。白子本当に好きなの。え、マジ白子美味しいの。白子のお吸い物とかね、マジで好きでさ、たまに家で作ってもらうんだけど、正月にはカツノコ食べる？あ、食べた。え、去年ね、なんかあのいとこがね、なんかそのカツノコでなんか作ってくれて、え、それがねめっちゃ美味しくって、今年ももしカツノコあのもらってきたら作ってねって言ってるの。めっちゃ美味しかったカツノコ。こんばんは。そう、なんかね、なんかこういうことを言うから渋いって言われるんだろうね。え、でもカズノコマジで美味しかった、最高だった、手止まんなくってさ。お、30分ありがとうございます。はい、ということで今日はこれでランキング読んで終わりたいと思います。13位きよしさん、12位プリーツアットヒカチューブさん、11位 WY アット影の守護神さん、10位カッキー焼き鳥連合、オレンジか雪かきやーになっちゃうサンタさん、サンタさんプレゼント嘘です9位中堅有効ヒカチューブさん、8位いや私の毛玉もチョキチョキしてもらいたいものですな。え、毛玉あんの？どこに毛玉あるのさ。はい、7位トシベビースターマンさん、6位はやぶさ305アットソラダチジートさん、5位サルキチャットヒカチューブさん、4位カイさん、3位ナイスゾロアットカボちゃん、カボちゃんマリモ頭でお話し会参戦さん、あれマリモ頭なの2位谷口ひろきさん、1位ユタとヒカチューブさんです。ありがとうございます。はい、そしてギフトいきます。カッキーさん、本当だ、サンタさんになってる。切磋琢磨さん、待って、北キユーさん、ウドさん、サルキチさんです。ありがとうございます。はい、あ、いや、これからよ。あ、そっか、これからかはい、そして呼ばれてない方挙手制でお願いします。タッチさん、ブリーツさん、ゆうちゃんさん、ゆうたさん、かぼちゃん、はい、大丈夫そうですかね。ということでこれで今日は配信を終わりたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします。はい、こんばんは、ごめんね、終わっちゃうんです。はい、ということでね、今日も一日皆さんお疲れ様でした。そして遅い時間にね、配信ね、見に来てくださってありがとうございました。それではまた明日かな、はい、また会いましょう。それではバイバイ、またね、おやすみ、ありがとうございました。本当に風邪ひかないでね、みんなも。ありがとう、ひかも気をつける、ありがとう、おやすみ。